失礼だよ。やっぱ目つきがもう顔つきも全然違う。綺麗な魚っすね。はい、おはようございます。キャスティングスタッフの伊藤です。今日は解禁間もない長野県の千曲川に来ております。この千曲川は甲府店から車で1時間半で来れる近場の釣り場として人気があります。今日は解禁間もないこの千曲川のヤマメを狙ってみたいと思います。はい、じゃあ計術に必要な商品の説明させていただきます。まず釣り竿ですね。今回私が使用しているのがダイオの新しい春慶好調 52MV という商品で、こちらの特徴が HVF っていう非常に高弾性のカーブを使って軽くて、感度がいい、そういう素材を使って、こちらね、穂先がメガトップっていうソリッドの穂先使ってます。で、非常に柔らかくて食い込みがいいっていうのが一つと、まあ魚のノリがいいですね。柔らかいノリがいいっていうのを、を使用した竿になってます。そしてその次に必要になってくるのがこのウェーダーです。ウェーダーに関しては、長靴とか靴でもいいんですけれども、あと安全面を考えると、ウェーダー長靴類が必要になってきます。そして、こういう、まあ、ベストもありますけど、バック類、ベスト類、小物を入れる商品、小物の入れる収納の部分の商品が必要になってきます。実践的な商品になりますと、こういう餌箱もちょっと私が使っているの見えると思いますね。イクラと、まあ、ブドウムシなしミミズ、可能であればこういう2種類を入れられる餌箱が必要になってきます。こちらの商品がダイワの餌箱ベイト360です。で、今回使った仕掛け、私が今回使った仕掛けが渓流の入門の方にもぜひおすすめしたいということで、今回はこの完成品の仕掛けを使ってます。これガマカツヤマメパーフェクト仕掛けという商品です。で、これ僕なぜ選んだかって言いますと、ハリスが04、ミチ糸が06っていう割合に、こう出来合いの仕掛けの割には細い、ハリス細いミチ糸で、どちらかというとプロスペックな、すぐにでも擦れた渓流の、場所でも使えるという形で、こういうのをこれを選びました。で、入門用でも針が小さくて、どちらかというとちょっと黒人好みの仕掛けになってます。で、次に必要なのがこの帽子ですね。日差しを防ぐっていう部分もあるんですけれども、突発にこういう渓流滑って頭ぶつけたり、転んで頭ぶつけたりする意味合いでも、こういう帽子っていうのは怪我防止のために必要ですので、ぜひかぶってみてください。で、あとこの偏光グラス、この偏光グラスはすごい優れもので、水の、表面のギラギラを抑えてくれます。これは魚が見えるっていう意味もあるんですけれども、自分が歩いてく川の中、見えますので、事故の防止にもなりますので、こちらの偏光グラス、こちらの方もぜひ揃えてみてください。で、こちらに、ついているのが、水温計と、プライヤー、これハサミも兼用になってます。で、こちらなぜこれが必要かって、まず水温ですね。水温を測ることによって、今この釣り場の環境状況が分かります。で、水温が低ければ縁を狙う、水温が高くなっていればちょっと背を狙うという形でポイントを決める、アイテムでもあります。そして次のこのプライヤーとハサミなんですけれども、これ魚のまりの時に針を取るっていう意味合いのと、あとは仕掛けの作る時にこちらハサミになってますので、こちらの方も追加で、必要になりますので、こちらの方もご用意できたらなと思います。次に紹介するのがこの仕掛け巻きです。こちらの名宝のちび丸といいます。こちらのちび丸なんですけれども、まあ、見てもらうとこのまま普通に仕掛けを巻いて、収納するのは、当たり前なんですけれども、この、いいことは、まあ、丸型ということで糸に癖がつきづらいっていうのが一つと、もう一つ釣り場の移動の時にこういう形で、まあ、竿と一体型ができるので、まあ、ちょっとした移動の時に仕掛けを畳む時に、これがあるとすごく便利です。あともう一つ必要なのがこれがネットです。まあ、形はだいたいこのぐらいのサイズで渓流の魚だったらば大丈夫です。で、渓流の魚もちろん食べるというところもあるんですけれども、確実に釣った魚をしっかり、キャッチして魚の写真を撮りたいとか、まあ、魚を傷つけないでリリースをするっていう意味合いでも、こういうネット必要になってきますので、ぜひ揃えてみてください。じゃあ、基本的な渓流の仕掛けの
豆乳のやり方を、基本的に、2つパターンあります。ポイントに向かって正面に立ってこうやって振り子のように投げる。で、あと釣りの動作に入る。で、もう一つの、投入方法が回し振りっていう形で、通常の上流から下流の方に仕掛けがしっかり流れ切ったところから竿のしなりを使いながら上流の方に持っていくというこの仕掛けの投入方法があります。この投入方法は川がすごく広いところとか、手にいちいち持たずにその都度その都度投入ができますので効率のいい釣りができます。餌、解禁当初の餌の定番なんですけど、これはこの千曲川水系もそうですし、僕が働いてる山梨県の河川でも、もうこれ定番中の定番ですね。やっぱ匂いが強いっていうのと、色的にどうなんでしょうね、やっぱ魚の攻撃性というか食性を促すというかそういう部分があると思います。で、解禁当初の水温の低い時なんかは間違いなくこのイクラを第一セレクトとして選んでいただければいいかなと思います。で、イクラの利点というかメリットとしてはやっぱり一つは釣れるっていうのがあるんですけど、デメリットとしてどうしてもイクラの特性ですぐやっぱり餌落ちが激しく、結構数頭でなくなっちゃったりします。そういう時なんかは一つはすれ針なんかじゃなくて、半すれでもいいんで若干ちょっと返しのある餌なんかを使う、針なんかを使うっていうのがすごく餌落ちの防止にはなりますね。あともう一つ、皮がちょっと薄くて破れやすい時なんかはキッチンペーパーとかキッチンタオルの上に、ティッシュだとくっついちゃうんでキッチンペーパーとかキッチンタオルの上に置いてちょっと乾燥させて皮を強く硬くしてあげて餌の持ちを良くするっていうのが一つと、時間がない人なんかは塩をまぶしてその浸透圧で皮を硬くするっていうやり方もあります。ただちょっと塩いっぱい入れすぎると硬くなりすぎちゃってゼリー状みたいになっちゃうので、そこだけちょっと注意してもらえれば、割合に餌の持ちのいいイクラに上がります。台湾からでも瓶詰めのイクラを販売してるんですけれども、それなんかはもう台湾さんの方で表面の加工っていうんですかね、餌落ちしないように非常にこうプリッとした餌持ちのいいイクラを売ってますんで、そういうのを使ってみるっていうのも一つの手だと思います。で、こう渓流の場合は割合に水深とか流れとかで、重りをやっぱり変えることがあります。で、僕の場合はだいたい下が2号ぐらいから、6号ぐらいですね、軽いちっちゃいところから上は 2B ぐらいですかね、そこら辺まで一通り揃えて、臨機応変、変えて使ってます。で、軽い重りの使うところってのはもちろん浅いところとか流れの緩いところとかで使うっていうのも一つの手なんですけれども、割合に今ちょっと気持ちこうやって回し振りで遠くに仮に入った場合に、流れが仮に強かったとしても芯の方に下の方に入っちゃえば結構ゆっくり流れてくれます。で、軽いがゆえに手前の方に、仕掛けが、戻ってこないです。これを重い重りにしちゃうと流れが強くて、深いからつって重い重りに変えちゃうと入ったはいいんですけど、重さでこう手前の方に来ちゃうんで、実際自分が流したいっていうところに入っていかない。で、入ったとしても意外にこう手前の方に来ちゃうんで、そこら辺はちょっと重りも
大きいから深いとこっていうイメージではなくて、いろいろ流れとか場所に合わせて変えてみるっていうのも一つの手だと思います。それがゆえにやっぱりちょっと重りのサイズも、6種類ぐらいはやっぱり最低でも持ってた方がいいかなと思います。ちょっとここで餌をちょっと変えてみます。ちょっと今回用意してるのがこの、まあ、土定番のイクラとブドウムシを用意してます。でブドウムシのメリットとして僕が思ってるのは、まあ、もちろん虫、まあ、もちろんイクラと違って虫っていう、もうビジュアル的に違うっていうのも一つなんですけど、あとは匂いですかね。結構中のエキスが出た時の匂いってのは結構ワカサギでも使うんですけど意外に効果があるんで、まあ、それが一つと、あとは何だろう、この白い色っていうのは意外にこの目立つのかもしれないんですけど、それが意外に意外に、まあ、場所によっては入れた瞬間こう匂いというよりも白いのにめがけて飛んでくるような魚もいるんで、そういうのもちょっと期待してやってます。虫餌の場合、後でもまたちょっと説明しますけど、大きい針の場合は、まあ、お尻の方から頭の方にかけても通し出しっていうんですか、そういうのもやるんですけど、まあ、ちょっと今回使ってるのは針ちっちゃいんで、もうお尻にちょんがけで使ってます。まあ、別にどちらでも大丈夫です。はい、じゃあ餌の付け方、これブドウムシなんですけれども、基本的にはちょんがけないしは通し出しっていうのがメインになります。で針がちっちゃい場合は、通し出しっていうのはしづらいんで、まあ、ちょんがけですね、こちら頭なんで、こちらの方がね頭なんで、まあ、こっちの方のお尻の方にもう本当に簡単にちょんって引っ掛けるだけで、こんな感じで大丈夫です。でもう一つの、通し出しっていうのは、これ針が大きい時に使うんですけれども、まあ、やっぱり同じようにこっちのお尻の方から入れてもらって、でずっとこう胴体の方をぐーっと通してもらって、まあ、こういう感じで、こういう感じですね、こういう感じでセッティングします。まあ、大物狙いで針を隠したいとか、まあ、若干物に場所にもよるんですけど根がかりが少なくなったりするんで、であとは、まあ、この状態だと、まあ、もうちょっと本当は綺麗にこうですね、だけど食った時にすぐに針に行くんで、針がかりがいいっていうのがこれのメリットです。餌はやっぱり2種類3種類ぐらい、まあ、あとこれにミミズですか、そういうまあ、レパートリーがあった方が、よく魚が擦れてる時なんかは結構有効な手段なんで、まあ、餌を変えるっていうのは有効な手段なんで、もうどん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 ちょっとそういうのも試してもらいたいなって思いますね。まあまあ腰が強いっていう流れで、まあそんなに重くない今重り使ってるんですけど、上の流れってすごい速いです。で下になると割合に流れがドヨンとして、まあ、上と下で、まあ、海でいうと二枚状みたいになってるんですけど、これちょっと試してやってみるんですけど、カメラで見えるかな、重りが下の方に入ってない時ですね、こういう時って割合にこう流れと一緒にサーッと落ちちゃうんですよ。こういう風にパーッと落ちちゃうんですね。こうするとやっぱ下、まあ、高田って大体下の方にいるんで、これだとやっぱり流れてるようで釣れない、ちゃんと流れてるようで釣れないんですよ。で全く同じ重りでちょっと間合いを利かして、まあ、こういうふうに落とす場合ですね、でしっかりとこういうふうに何となく違い分かると思うんですけど、ややゆっくりめに入ってきます。そうするとやっぱ坂の水の川の底の方をしっかりと流してるということになるんで、まあ、魚が、釣れる。そうまで餌がちゃんと到達してるっていうこと、まあこれが一つの目安ですね。
まあ、もっと分かりやすく言うと、例えば水水面に枯葉かなんかが流れてて、その枯葉の流れの速度と目印の移動の速度が一緒だったとしたら、まあその仕掛けは下まで入ってませんよっていう、まあ、なんとなく例えで言えば、分かりやすく言うとそんな感じですかね。そう、水温4度しかないですね、この浅いところで。低いですね、多分流れのあるところがもう少し低いかもしれない。ちょっと魚の活性からすればそんなに高くはないかなって思います。これ水温計なんかも用意して、釣りに行くたび測ってると釣れる水温というのが意外に分かってくるんですけど、まあ、今は結構この非接触って言って赤外線で水温測れる、まあ冷たい水に手触れないでも測れる水温計とかもあるんで、まあ何事にもこうちょっと基本になるとこなんで、水温とかって、まあ、意外に持ってると自分のスキルアップには役に立つ。しかし4度か、4度は低いな。今機内市の後ろの垂の深場を狙ってるんですけど、重りはそんなに重くないです。 G2 ぐらいですね。もうそれでも入ってしまえばこういう風に流れに流されない、同じ位置を定義できる、まあ、これを重い重りでやってしまってもいいんですけど、ドンって沈んじゃう代わりに、今度重い重りなんで放物線描いて、この手前の方に自分の方に来ちゃうんで、まあ、できればその重りのバランスの問題もあるんですけど、まあ、そんなに流れに負けちゃうような感じだったら別ですけど、できる限りちょっとちっちゃめの重りでチャレンジしてみてください。で肝心の当たりなんですけど、活性が高ければもう本当に目印向かなっていう感じで、まあ竿先にも3度3度ぐらいに当たりが出ます。で、まあ、あとあれ垂水のところなんかは今こういう目印が流れてるんですけども、まあ追い抜いてるんですね。目印がふっと、まあ本来同じ場所何回か流してるにもかかわらず目印がふっと止まるようなところがあって、まあそういう時なんかはちょっと腹合わせも含めてちょっと合わせてみるっていう、ちょっと上げるコツですね。あ、これです。ブドウ虫、ブドウ虫ですね。ブドウ虫です。結構浅いところです。そうですね、もう今の岸の分野があって多分50センチとかだと思うんですけど、岩の裏ですね。結構行きましたね。ジャンプもしたね。楽しかったです。あ、すごいじゃん。これね、これよりでかいっすよ。綺麗綺麗。もうデビュー組だったらこのネット大きいねなんか言ってたけど、全然ちっちゃいね。あ、すごいじゃん。すごいっすね、なかなか。ここから後ろが別物みたいになってる。プチネットみたいになってるもんだって。やっぱ目つきがもう顔つきも全然違う。綺麗な魚ですね。しますね。まあ渓流、まあ川の上流部に行ってやっぱ自然に触れて、まあ釣りをするっていう行為もすごく楽しいことだと思うんですけれども、山見たりとか木見たりとか、まあシーズンごとに釣りに来て。まあ、今はこういうふうにちょっと枯れたような状態ですけど、これがだんだん芽吹いてきて緑になって、まあ魚と戯れるっていうのもありますし、まあ自然と
戯れるっていうんですかね、まあ、すごく1匹2匹の価値っていうのがすごくこの渓流の釣りの魚にはあの僕はあると思います。僕自身あのルアーでも渓流のトラウト狙うんですけど、まあ、ブラックバスで大きさ狙ったりとか数釣ったりとか、まあ、ワカサギも楽しみにしてて、数やっぱ数釣って楽しいっていうのもそういう釣り方もあると思うんですけど、これ渓流釣りっていうのはやっぱりこの場所に来て自然と魚と、まあ、触れ合ってそれを、まあ、楽しいひとときを過ごせるのはすごくいいことかなと僕は思ってます。本当に1匹とか2匹の価値っていうのはすごく大事にしてますね。渓流の釣りはちっちゃくてもすごいヒレピンのすごい綺麗な魚ヤマメがなんか釣れたらやっぱりすごい嬉しいですしね、まあ、そういう魚を狙って渓流に来てますね。はい、じゃあお疲れ様でした。今日は長野県の千曲川に、釣りに来ましたけれども、ちょっとこのように雪とか氷があるちょっと悪影響の中、解禁間近ということで、釣果には恵まれませんでした。ただ、3月、入りましたらば、山梨県をはじめ、各河川の渓流解禁に続々となります。山梨県で言えばヤマメ、イワナ、アマゴ、楽しい魚種、どん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 釣れてくるいい時期になってきます。本当はですね、僕はこういう魚をですね皆さんに今日は釣ってお届けしたかったんですけれども、釣れませんでした。もう3月になれば、本当にいい釣りができてきます。ぜひ皆さんも、こういう大自然の中で、釣りをするのってなかなかないです。釣り釣果が恵まれなくても、こういう自然にあふれたところで釣りをするこれだけでも楽しいんですので、ぜひ皆さんも、釣り行ってみてはいかがでしょうか。